ジャンセニスム、ジャンセニスム、ジャンセニスムは十七世紀以降流行し、カトリック教会によって異端的とされたキリスト教思想。ヤンセニズム、ヤンセン主義とも言われる。人間の意志の力を決し、腐敗した人間本性の罪深さを強調した。ネーデルラント出身の神学者、コルネリウス・ヤンセン、1585年から1638年の著作。 アウグスティヌスの影響によって、特にフランスの貴族階級の間で流行したが、その人間観をめぐって激しい論争をもたらした。ジャンセニスムのルーツは16世紀のルーマンの神学者、ミシェル・バイウス、マイケル・ベイアス、1513年から1589年の唱えた教説にあると言われる。バイウスとも呼ばれたバイウスの説の特徴は、神の温調の意味の絶対化と人間の非力さの、 強調であった。同地で活躍していた、イエズス会員たちはそこに、ジャン・カルバンの影響を感じ取り、すぐに反論した。その後、同じく、ネーデルランド出身の神学者で、イップルの司教コルネギウスヤンセンが、生涯の研究の成果として完成させた著作、アウグスティヌ・ス人間の本性の健全さについて、オギストン・フまない夏ツラに立てが、 彼の死後の1640年に遺作として発表された。ヤンセンはバイウスの説に影響を受けており、同書ではアウグスティヌスの恩長論をもとに、バイウスと同じように人間の自由意志の無力さ、罪深さが強調されていた。ここに、いわゆるジャンセニスムがはっきりと姿を現した。ヤンセンの名優であったジャン・ディベルジェド・オランヌ、ジーン・デュバージア・デハウランネは、 フランス人のアントワーヌ・アルノーの地域を得て、道書を携えて、パリへ赴き、そこで1641年に出版した。これが、フランスの上流階級の間で反響を呼ぶ。デューベルジュは、本名よりも、アベト・サン・シラン、サン・シラン修道院長、イカ・サン・シランという名前で知られるようになる。やがて、サン・シランは、アルノーの姉妹が暮らしていたパリ郊外の女子修道院。 ポール・ロワイアル修道院の霊的指導者となり、そこをジャンセニスムの拠点をするようになった。三ランはかねてより、イエズス会員の道徳教説が、信徒の堕落を招いていると考えており、ジャンセニスムに名を借りた、イエズス会攻撃を行う。これに、イエズス会員たちが反論したため、以後、ジャンセニスム対イエズス会という図式が出来上がってゆく。当時のフランスで、 ジャンセニスムに傾倒した著名人の中には、哲学者、ブレイズ・パスカルや義曲作家ジャンラシーヌもいた。パスカルがジャンセニスムに傾倒していたことは有名だが、彼はジャンセニスムへの批判に反論して1656年に、プロヴァンシアルを執筆している。ジャンセニスムはその行き過ぎた悲観的人間観、特に自由意志の問題をめぐって激しい論議になった。ローマ教皇庁では、 新学者たちがこれを慎重に検討した結果、アウグスティヌスに含まれる五箇条の命題を異端的であると判断したため、インドケンティウス十世の会直、クモ・カジオーネ、1653年がジャンセニズムを禁止した。18世紀に入ると、ジャンセニズムが新しい展開を見せる。元オラトリオ会員だったパスキー・キネルによって、 ジャンセニスムに新しい息吹が吹き込まれることになる。ケネルはジャンセニスムをフランス教会の教皇の権威からの自由、ガリカニスムと結びつけて展開したのである。ケネルがイエズスカインを教皇の創句であると非難したことから、再びジャンセニスム対イエズスカイという構図が作られた。最終的に他のヨーロッパ諸国と同じように、イエズスカイは禁止、追放の浮き目に遭うことになる。 当時のフランス国王ルイ14世は政治的見地からジャンセニスムを弾圧し、その中心地となったポール・ロワヤル修道院を1710年に閉鎖させたが、国内的にジャンセニスムを弾圧する一方で、対外的にはジャンセニスムをローマ教皇との清掃の具として利用もしている。果てのない論争が繰り返された後で、最終的にクレメンス11世が開直、ウニゲニトス、 1713年でジャンセニスムを禁止し、論客パスキー・ケネルの著作に含まれる命題を呼びで、あるとした。ジャンセニスムの源流とも言うべきコルネリウス・ヤンセンに、関しては、その著作、アウグスティノスこそ、問題となったが、本人の死後に発行されたという事情も考慮され、ヤンセン自身が断罪されることはなかった。こうして、ジャンセニスム論争そのものは18世紀には、 終焉したが、オランダでは、ジャンセニスムの精神を引く一派が、カトリック教会から離れ、やがて復古カトリック教会という文派は、誕生することになる。ジャンセニスムの精神は20世紀初頭に至るまで、フランスのみならず全ヨーロッパのカトリック信徒に、影響を及ぼした。その少佐として、20世紀の初頭の教皇ピウス10世が、会直において、 頻繁な生体配慮と子供の早期発生体を進めていることが挙げられる。これはジャンセニスムの影響を受けて秘跡を敬遠するようになった多くの信徒が結果的に教会から離れてしまっていた当時の教に対応しようとする試みであった。ジャンセニスムはアウグスティヌスの人間理解が根底にあるが人間の現在の重大性と温調の必要性を 過度に強調し、予定説からの強い影響を受けていた。ジャンセニスム思想によれば、人間は生まれつき罪に汚れており、恩寵の導きなしには善へ向かい得ない。このため罪の状態で、イエスの体である生体を受けることは恐れ多いことで、ある。だから、生体配慮に際しての準備と、祈りはどんなに言っても十分すぎることはない。 結果的にジャンセニスムの影響を受けた神徒たちは生体配慮の回数を著しく減らすことになった。さらにジャンセニスムはジャンカルバン思想の影響を受けて救われることが予定づけられている人間は本当に少ないと説いた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。